ビフをご覧の皆さん、人間椅子でギターボーカルやってます和島真嗣です。どうも初めまして。今日はですね、僕和島とノーゴッドの団長君と対談をして、素晴らしい企画でしたけれども、団長となんか音楽的なところ、あるいは人生観、いろんなところで意気投合しまして、もう見た目はすごい違うんですけども、すごいなんか俺は心の友達のような、共通すごく楽しかったです。でこれからもきっと多分2人ともいい音楽をやっていけるんではないのかなっていう手応えのある対談ができました。ありがとうございます。そして人間椅子の我々のこれからの活動でございますけれども、10月4日異次元からの方向というアルバムリリースしました。これはね、青森のねぶた祭りの絵をジャケットにモチーフとして使いまして、そして中には恐ろしい音楽、そして楽しくもあり、恐ろしくもありね、ポップ性もありという素晴らしい、自分ではもなんですけれども、ロックがいっぱい詰まってますので、皆様を異次元にお連れできるのではないのかなというアルバムになってます。そしてこのアルバムを引っさげて10月31日から異次元からの方向リリース記念ワンマンツアーを行います。日程等はホームページでチェックしてみてください。本当に今日はどうもありがとうございました。